今日午前の伊勢神宮内宮周辺の様子です。新型コロナの感染拡大が続き、まん延防止等重点措置が適用されていることや、時折小雨が降る天候の影響などもあって、観光客の姿はまばらで、例年のようなにぎわいは見られませんでした。内宮近くのおかげ横丁でも3連休中、観光客の姿は見られるものの、まん延防止等重点措置の適用による影響が現れていました。暖かかった日があったこともありまして、たくさんのお客さんに来ていただいたんですけれども、例年と比べるとやはりそこまで客足は伸びていないかなという印象です。まん延防止等重点措置が来月6日まで延長されますが、おかげ横丁ではあらゆる感染対策を徹底し、安心安全に観光してもらうための取り組みを今後も続けるとしています。観光地としてはできる限りの対策をしているので、これを粛々と続けていくしかないのかなというふうに感じています。また春を迎えて桜の時期になりますと行楽シーズンですので、その時期にまた皆様をたくさんお迎えできるような情勢になっていればいいなと思います。おかげ横丁では今月17日から来月3日までひな祭りイベントが予定されています。現代作家さんの作品ですとか、いろんな形のおひな様の、置物だったりとかお飾りを揃えてますので、見ているだけでも楽しんでいただけるかなと思います。